三式弾、発射プリミティアプレイヤー、エイブです今回は三式弾を作ってみようと思います一発の弾から、たくさんの小さな弾をばらまいて、広範囲に攻撃してみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです それでは作っていきましょうまずはガラスを弾として使うとどうなるか実験してみます小さいガラスに火薬をつけて発射してみるとなるほど普通に弾として使える ガのサイズを大きくして、発射すると、うん。当たった瞬間に割れますが、ダメージの表示は一つでした。今度は火薬のダメージで割れるように、大きな火薬をつけて、発射してみましょう。早速試してみると、う、ね、ん。さっきと変わりませんね。ダメージは上がっていますが、 割れているはずなのに、ダメージ判定は一つです。少し離れて打つと、ガラスが壊れて止まるので、ね、もしかしたら、ガラスが割れる場合は、速度がリセットされる効果が、残っているのかもしれませんね。ガラスを割って、たくさんの破片を割らまこうと思っていましたが、それはできそうにないので、ね、他の方法を考えましょう。 ガラスをたくさん割って、大量の破片を用意したら、細長い火薬を用意して、ガラス同士がくっつかないように、注意して貼り付けていきましょう1。1センチ ×1 センチの細い火薬なので、くっつかないようにつけるのに、かなり苦労しましたが、何度かやり直して、24枚の小さいガラスを、ガラス同士がくっつくことなく、 火薬に貼り付けることができました。この状態で、火薬に火をつけるとお、うーん、ラスが飛び散ってますね。木の板の近くで爆発させると、ダメージを与えることもできました。この仕組みを、そのまま飛ばしながら爆発させれば、たくさんの破片を、遠くに飛ばせるんじゃないでしょうか。後ろに火薬を取り付けて、 みましょう火をつけてみるとおーよく見えませんが、ガラスの破片が飛んでいる気がします。木を狙って撃ってみるとおー、連続ダメージを与えています。威力は低いですが、たくさんのガラスの破片が当たっているみたいですね。でも、思ったよりダメージが出ませんし、 当たる玉の数も多くないみたいです。早くで、ね、ガラスを連結すると、飛び散りすぎて、うまく当たらないのかもしれないので、他の方法を使いましょう。そのために、こんな感じで草を燃やして、焦げて燃え尽きる直前に、水につけて消化します。そうすると、真っ黒い草が手に入ります。 この草はすぐに燃え尽きるので、こうやって細く切った後、火をつけてみると、うん、一瞬で燃えすぎて、消滅しました。この草に、先ほどと同じように、ガラスのかけらを24枚、取り付けましょう。そちらに火をつけると、うん、一瞬でガラスを落とせましたね。これを利用して、 火薬で飛ばした後、ガラスをばらまくというわけです。早速、後ろに火薬を取り付けて、飛ばしてみましょう。木を狙ってみると、うーん、ダメージはわずかですね。当たる速度が遅いみたいです。それでも、運がいい時は、うーん、木の葉っぱを破壊しました。多分、 当たるガラスの角度が、垂直に近いと、ダメージボーナスが入って、木を破壊できているんだと思いますが、もっと安定してダメージを与えるために、速度を上げてみましょう。こんな感じで、小さな松ぼっくりを二つ挟んで、火薬をもう一つつけることで、2ランカーに爆発して、弾速が上がるはずです。 早速試してみるとー。うーん。4 5 2 3ダメージ。反速が上がりすぎてー。分離する前に当たってますね。もっと離れて撃ってみるとー。うーん。分離した後に当たってー。減速ダメージを与えることでー破壊できました。 まに外れることもあって、命中精度は良くないですが、探索が早くなったかげで当たればかなりの確率ね、いい感じのダメージを与えてくれます。でも、玉があまり散らばらないのか、たくさん並んだ木を狙っても、まとめて当てることは、難しいみたいです。それでもそれなりに強いのね、 三式弾はこれで良しとしましょう。では、ここから、三式弾を発射するための、三式弾発射器を作ります。こうやって、タングステン鉱石を細かく切って、熱することで、小さなタングステンのかけらを作ったら、それを松ぼっくりにくっつけましょう。その隣、小さな古代の合金をつけることで、放熱を抑えて、 効率よく電気で火をつける着火装置ができます。そして、古代の合金で配線をつけたら、ビアリング2つを、こうやって組み合わせて、バネを作ります。これが引き金になるわけですね。この引き金につけた、古代の合金が、ガラスのトリガーを、頭で押し上げたとき、下の古代の合金と接触して、 通電することで、電気が流れる仕組みです。そしてバッテリーは、6本取り付けました。さらに、持ちやすいようにグリップを付けたら、プラスチックの棒1本と、小さな欠片3枚を利用して、超人機を作りました。シンプルですが、結構狙いやすいです。こちらを取り付ければ、 三式弾と三式弾発射機の完成です。一つときは、こうやって両手で支えて、ガラスの引き金を押し当てて、少しマストーよし発射されました狙いやすくなったので、命中率も上がっている気がします。よし日本の木を吹き飛ばすことができました今度は、ドローン工場の壁を狙ってみましょう うーん。当たってもダメージを与えられませんね。やはり、小さいガラスの玉で弾速もそこまで速くないので、防御力の高いものに、ダメージを与えるのは難しいみたいです。今度は、遠くのドランを狙ってみましょう。うーん。当たりませんね。やはり、 火薬を2段にした分、2回目の爆発で方向がすれて、命中率が不安定になるみたいです。それでも諦めず、撃ち続けていると、よし、命中しました。でも、ダメージが足りず、破壊することもできません。ドローンもそれなりに防御力があるので、この武器は向いていませんね。なので、 この武器にちょうどいい的を作っていきましょう。おなじみのザコキャラ作りですね。焦がして真っ黒にした草と、色を組み合わせて、それっぽく組み立てていきます。とりあえず、4匹作りました。サコキャラカルテットですね。これなら防御力も低いので、三式弾の的に最適ではないでしょうか。それでは撃ってみましょう。うん 2息まとめて倒しました。それからも撃ってみましたが、もう少しまとまってないと、4息同時に倒すのは難しいので、ね、真ん中に寄せてまとめましょう。これなら全員倒せそうですね。うん、さっきより、まとめて当たりやすくなりました。次こそ破壊しますよ。三式だ。 ザゴケラカルテット全員まとめて吹き飛ばすことができましたちなみに私の視点だと、こんな感じですしっかり照準器を覗きながら、引き金を頭で押し付けていると、よし三式弾を発射して、ザゴケラを三匹破壊することができました対ザゴケラ用には、なかなか効果的な武器ですね それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、三式弾を押し込んでみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか少し離れたところから、よく狙って、砕け散れやったー !96,238 ダメージ巨大スライムを倒しました不自然な大ダメージですが、 多分、スライムが物を弾く状態なので、自分の方に弾いて、自滅したんだと思います。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。うん、いい感じに燃えていますね。でも、イエロースライムはバグで焼けないので、 この辺にいたレッドスライムを捕まえてきて、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、三式団あしゃぎさんにも、おす分けしてあげます。はい。どうぞ今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まーた